膜を作ってるんですけど、その細胞膜っていうのは油なんですよね。これコレステロールです。みんなコレステロール下げればいいとか言ってるんですけど、コレステロールゼロにしたらもうしゃびしゃび人間になりますよということなんですね。だからね、非加熱の塩めちゃくちゃ手間かかるんですよ。1年とか2年とか3年とかかかるんですよ。そうだけど、それを押してでもそういう作り方の塩が世界最強なんですよ。塩化ナトリウムは悪なのか、生成塩と食卓塩の違いは、体には金属が本当にあるのか、浸透圧にナトリウムもガリウムはめちゃくちゃ重要なのかっていうことをお届けしていきたい。塩化ナトリウムは悪なのかっていうことなんですけど、結論としては全然悪の数軸でも何でもありませんよ。塩化ナトリウムっていうのはですね、体を温める作用があるんですよね。で、人間の体には塩化ナトリウムってっていうのがこれぐらい 100g も含まれてるというふうに言われてるんですよね。塩化ナトリウムが悪だったらやばいですよね。こんなんが 100g も入ってたらえらいことになりますよ。で、塩化ナトリウムは塩の主成分なんですよ。じゃあ基本的に塩化ナトリウムっていうのは大元をたどるとどういうふうになってるかということなんですけどね、まず海水なんですよね。海水がありますよね。海水の成分の 3.5% が塩になる成分なんですよ。その 3.5% の内訳は何なのかっていうと、 80% は塩素イオンとナトリウムイオン、残りの 20% の微量ミネラル元素、マグネシウム、カリウム、カルシウム、モリブデン、セレン、アエンクロム、ニッケル、銅、鉄とかがダーッと入っているのが海水の中の 3.5% の塩になる成分ということになるんですよね。要するに海水がありますよね。海水から水分をバーッと飛ばしますよね。そうすると 3.5% の塩っていうのが残ります。その塩の主成分の 80% がナトリウムと塩素、それがくっついて塩になるんですよ。塩になる。でも残りの 20% ありますよね、微量ミネラル元素。それがその8割の部分に乗るかどうかということが一番大事なんですよね。乗る製法であるかどうかということが大事で、今8割の中に乗ってるかどうかっていうのがもうめちゃくちゃ大事ということなんですよね。だからミネラルが含まれてない、全然微量ミネラル元素が含まれてないっていうのが、その 20% が全然乗ってなくて捨てちゃってる8割の部分だけの塩ということなんです。ホッティの塩はその 20% の微量ミネラル元素全部乗っかって塩というホッティの塩と非加熱の塩というふうになってるっていうことをちょっと理解しておいてほしいんですよね。スーパーに行きますよね。スーパーに行くといろいろ塩があります。まずじゃあ生成塩と食卓塩っていうのは違うんですかと、同じなんですか、悪いんですかっていうこと、悪いは悪いんですよ。ただ生成塩と食塩っていうのは同じかっていうと違います。で、生成塩っていうのは何なのかっていうと、生成塩っていうのは名前です。固有名詞です。商品一つの名前が生成塩っていう名前をつけてるよってことだけ。生成された塩だから生成塩だよっていうことはちょっと違いますんで、そこを押さえておいてほしいんですよ。海外生成塩はじゃあどうやって作るかっていうと、海外の塩田、メキシコとかオーストラリアの塩田から塩を輸入して持ってきますよね。船でバーッと持ってくる。日本に来て水で溶かしますよね。溶かしてそれを煮詰めます。そうすると塩化ナトリウム 99% の綺麗な塩ができると。で、 20% 微量ミネラル元素は全部捨てると。で、それが溶解して、水に溶かす、溶解しますよね。あと煮詰めて乾燥させるんで、溶解乾燥法ということになるんですね。その生成塩に炭酸マグネシウムを足すと、赤いキャップの食卓塩というものができるということになるんですよね。で、食塩っていうのは何なんだっていうと、日本の海水を汲んできますよね。そこら辺に海水を汲む。で、電気分解、これがイオン交換膜なんですよ。電気分解でイオン交換膜法っていうのを使って、ナトリウムイオンと塩素イオンをバーッと集めるんですよ。8割の部分だけを集めるということですね。 3.5% の中の8割の部分だけを残すと。それを濃くして煮詰めて、塩素とナトリウムをくっつけて塩化ナトリウムにして、ほぼ 99.99% のもう塩ができるということが食塩ですね。食塩の中にはだから塩素とナトリウムしかない、だから塩化ナトリウムしかないというふうな塩が出来上がるということですね。結論としては、生成塩と食塩というのは全然違う。元も違うです。作り方も違うです。同じことではない。生成された塩は生成塩だよっていうことではないということなんですね。結局のところ、海水とか塩には何が含まれてるかっていうと、ミネラル、鉱物っていうのが溶けてるというのが、まあ結論になるんですよ。
鉱物は何なんだっていうと、金属イオンなんですよ。まあ、要は鉄みたいな金属が含まれてるっていうことですよ。塩化ナトリウムっていうのも金属ですからね。金属である鉱物、金属イオンが含まれてる。それがミネラルということなんですね。だからミネラル、体には絶対必要ということなんですよ。それはですね、なぜかというと、体を、人間をですね、ぐるぐるぐるってすり潰すじゃないですか。そうすると74種類以上の微量ミネラル元素が体から出てくると、残るというふうに言われてるんですね。それは人間の体の内側に細かい細胞レベルでもう現れてる、表現されてるんですよ。体の細胞の話ちょっとしますね。細胞がありますよね。細胞の中にはカリウムイオンっていうのが入ってる。肺細胞の外の水部分にはナトリウムイオンっていうのが含まれてる。で、膜を作ってるんですけど、その細胞膜っていうのは油なんですよね。これコレステロールです。みんなコレステロール下げればいいとか言ってるんですけど、コレステロールゼロにしたらもうシャビシャビ人間になりますよということなんですよね。細胞膜は油。だからマカダミアナッツ、マカダミアオイルとか、いいごま油を作ってよ、使ってよとか、ごまいっぱい食べてねとかってよく僕は言うんですけど、そういうことなんです。細胞ね、細胞が弱い、皮膚が弱い人はいい油を絶対取らない、やばいんですよっていうことを分かってくださいね。細胞膜っていうのは電気を通さないんですよ。で、電気を通さないけどチャンネルっていうのがいっぱいあって、簡単に言うとそこをチャンネルが浸透圧でビビビビビビッとナトリウムカリウムポンプとか浸透圧っていうんですけど、そういうの塩分はですね、薄い方から濃い方に行きますよね。シュッて移動したりするんです。そういう浸透圧とか、あとね、ナトリウムを引き締める、カリウムは緩めるっていうことの作用を使って、栄養分とか必要物質を液化させるということをやってるんですよね。だからね、人間の体でナトリウムとカリウムが絶対いる、塩化ナトリウムも絶対必要だよっていうことはもう表現されてるんですよ。海水にはですね、微量ミネラル元素を含んだものが、塩の成分がいっぱい含まれてるんですよ。微量ミネラル元素、海水にはいっぱい、人間の体にも微量ミネラル元素が74種類以上いっぱい含まれてるんですよ。だからね、それは絶対必要なんですよ。海水の濃度は 3.5%、 人間の体の濃度、塩分濃度は 0.9%。 なんでめちゃくちゃ濃さは違うんですよ。人間の体の4倍ぐらい海水の方が濃いかなっていう感じのなんですよ。だけど組成としてはほぼほぼ同じなんですよ。だからね、人間の体にも海水と同じ微量ミネラル元素の成分74種類が絶対にいるっていうことなんですよ。ただあとは海水の成分の 3.5% が塩になるんですけど、その 3.5% に微量ミネラル元素をしっかり残せる塩の作り方をしているのか、その微量ミネラル元素を残せる作り方をした塩を選びましょうということなんですよ。出ないとこう体に取り入れないですよね。だからね、その方法は気化熱製法なんですよ。イオン交換膜とか加熱とかやっちゃうと、微量ミネラル元素が減ったり半分になったり、バランスが崩れたりっていう風になって微量ミネラル元素が取れないんですよね。だからね、気化熱の塩めちゃくちゃ手間かかるんですよ。1年とか2年とか3年とかかかるんですよ。そうだけど、それを押してでもそういう作り方の塩が世界最強なんですよ。だからそれをね、使ってくださいっていうことなんですよね。あとはですね、塩っていうのは期限がないんですよ。期限がない成分なんで、それをね、そこら辺のね、輸入ブローカーとかほったらかしになって汚いところで置いてたりっていうことがね、よくよくあるんですよ。だけどね、だからでもそれをやってしまうと、変なところに塩を置いてあると、塩っていうのは盛り塩やりますよね。で、盛り塩はいろんな変な邪気とかを吸い付けてくれるっていうことなんですけどね、塩っていうのはいろんなものを吸い付ける、いいも悪いも吸い付けるっていう働きがあるんですよ。だからね、しっかりと輸入とかも管理された塩をしっかり使ってほしい。製造元もしっかり分かってる。どこからどういうルートで輸入して、どこの港に入って、どこの工場に入って、どこでパックされて、ここに来て、で、ホッティ薬店だったら、ホッティ薬店のね、鉱石を積まれた倉庫のところにしっかり保管ちゃんとされてるよ。ほんとね、いい周波数、波動を与えて、いい塩になってるよっていうのを使ってほしいなっていうふうに思いますよ。っていうふうに思ってるのが、まあ、ホッティの塩ということになるんですよね。まあ、まとめますと、塩化ナトリウムは悪ではありませんよ。精製塩と食塩っていうのは全然違うもの、製法です。製造法も全然違いますよ。精製塩っていうのは精製された塩っていうことじゃなくて、精製塩っていう単なる固有名詞ですよ。で、体には金属イオンが絶対必要なんですよ。金属イオンは何をやってるかっていうと、浸透圧を司ってますよということなんですよね。まあ、あとね、微量ミネラル元素が電気信号の原材料になったり、爪の原料になったり、歯の原材料になったり、骨に含まれてたり、骨でストックされてたりっていうのはいろいろあります。本当にね、だからそういういい塩を取ってほしいなーっていうふうに思うんですよね。まあ、いい塩を取って、体に絶対必要って言われるミネラル絶対いるってもう分かってるじゃないですか。皆さんマルチミネラルとか飲んでますよね。体にはミネラルが絶対いるんです。何が何でもいるんですよ。
絶対ないと。本当死ぬ。塩抜きの刑なんかしたら本当に偉いことになる。酵素も働かなくなるし、だから健康でいられなくなるんですよ。だからいい塩を取って健康になって笑顔で過ごせるような人生を送っていきましょう。本当に一緒に送っていきましょうよ。楽しい方がね絶対いいですよ。あと僕なんか50だから、もうすぐ50だから、あともう10年そこそこしかバーって動けないと思うんですよ。だけどね、いい笑ってね、子供らと遊びたいなっていう風に心ね落ち安らかに安らいで行きたいなっていう風に思いますよ。でチャンネル登録もありがとうございます。あと1もうちょっとで1万人なんで、本当応援シェアお願いします。必死で撮ってるんですよ。もうこれもね何回撮り直せっていう感じなんですけどね。でもねもういいんです。これはねこれでね塩が伝わればいいなと思ってますんで、いい塩を撮って健康で笑顔でいきましょう。ではまた。